ヘラヘラした服、そう、なんか、なんだろう、わかんない、ワンピースです <laughs> はい今日は配信、わあ、ちょっと待って、どうしてどうして、ど,ど,どうして、どうして、どうして、今めちゃめちゃいい角度だったのに、なんか、前かがみになっちゃった 前鏡じゃないうんこんなもんですかこんなもんですかねすみません音すごかった今ごめんね ネットショッピングっていうか,なんかネットでお布服を買うんですけどダンボールがすすごいんですよ私の家ダンボールは明るいダン <laughs> ボールがダンボール片付けるのが下手くそで <coughs> 引っ越したてみたいな <laughs> 確かに引っ越したてのようにダンボールがある。 だって今通常時今通常時、まあ、今日朝届いたお洋服の箱あるけどでも通常時で絶対1個あるの <laughs> 1個は絶対に常備っていうか常備,常備じゃないけど何かあるんですよそういえば今日前髪分けてるからちょっとあれなのかもしれないうん <laughs> ツイート <laughs> 髪巻いてたんだけどさもう取れちゃった。ていうか声がね全然出なくなっちゃってあのこの前のサイン会の日からあのサイン会の日の後に。 ん違うサイン会の日の次違ういつからだっけサイン会の日のあのー、後からなんかそのまま風邪みたいになっちゃって風邪風邪の症状になっちゃってでもコロナじゃなかったんですけど熱とかはなくてめっちゃ元気体は元気だったんだけどなんか喉と 鼻水みたいな鼻がみたいな感じ <laughs> でそれでもあのめっちゃ薬とか飲んででも体めちゃくちゃ元気だったんで全然大丈夫なんですけど本当に喉があれなので最近はこの龍角ん龍角んのいつもはこのなんかちっちゃいやつちっちゃいこういうやつ食べてるんですけど今はこの。 袋のやつにお世話になってます <laughs> と舐めながら喋らせてもらうね今日はごめんね <laughs> でも袋の方がなんか本当にいいだって全然なくならないもんいっぱい入ってる え留学さん先生糖分やばいそ,うそれな絶対そうだよねだって甘いんだもんめっちゃだからこれでめっちゃ太りそう一袋で342カロリーまあでもそんな一袋毎日 1, 1日で一袋食べるわけじゃないのでまあいいかっていう気持ちでも最近はこうイコのイジュエのリハとかも やしてていいただいてるんですけど先輩方ともご一緒させていただいたりとかっていう機会も <coughs> 機会とかエコノイジョイのリハであるんですけどなんか先輩方と隣になる立ち位置とか隣になった時とかに龍角ん結構なめながらやっててなんか龍角ん,んの匂いめっちゃしてるんじゃないかなと思ってすごい自分心配になっちゃうよねいつもなんか自分はなめてるからめっちゃ龍角んのさあれじゃん味になってるけどさ 留学さんって外で外にこう行くもんなのかなとかちょっと考えてるなんかえも桃香ちゃん龍角さんの匂いするって思われたら嫌だなと思って <laughs> 口開けなければ大丈夫確かにでマスクし,してるまあマスク私は結構マスクしてることが多いのでその喉痛い期間とかは特に なんか大丈夫と信じていますが。でも先輩方本当にいい匂いがするんです。り、レッスン室が本当にいい匂いにな、な、包まれていて。すごく幸せな空間ですね <laughs>。個人的には、あの谷崎さやさん、さやさんが。あのいた。 部屋に入ったらめっちゃいい匂いして <laughs> ってなりましたあとはサナさんサナさんもめちゃくちゃいい匂いでサナさんがこうレッスン室に入ってきた瞬間にもう <laughs>「いい匂い」っていう匂いがレッスン室にめちゃめちゃ漂ってきっ漂ってて。わ <laughs> うん <laughs> もうかわいいから理うされる発言 <laughs> なんか変態みたいになっちゃった今どういうイメージの香りうん分かんないな,どなんだろうねだなんて答えたらいいか分かんないんだけどジョイにはいい香り女さんいい香り女さんはでもリコは結構なんかレッスン終わりとかなんか レッスン始まる前とか香水こう振ってるちっチュッチュッイェイみたいな <laughs> イェイエイェイが嘘をつけてこうやってやってるイメージがあるからなんかでもなんかリコの私が使ってるような匂いじゃなくて結構お姉さん系の匂いがしますね高橋舞さんいい香りすって流れてる。 高橋舞さんはですねなんか舞台の時になんかあのーあのー、舞台の時になんかエゴさしてたら舞が <laughs> 舞がエゴさしてたら高橋舞ちゃんが近くに来た,来たけど <laughs> 来た時にめちゃくちゃ匂い嗅いでたんだけど絶対にあれはランバンだって書かれてたらしくて。 って当たたってたんですよだからその方すごいってなってっていう話をしましたまいちゃんはランバンバ作ってることが多いですねでも私もランバン持っててめっちゃランバンの匂い好きなのででも私はずっとあのいつも言ってるやつですあれしか買たんもう私はあれしか使えないいやでも使えそんなことないけどあれが一番好きっていう。<laughs> の中で3番目に若いそうななんですよなんかあんま知られてないのかもしれないんですけど私は3番目に若いですこのアリももこのアリももって覚えてくださいこのアリももこのアリももでえあの香水めっちゃつけてる今日も今日もつけてますよほら <laughs> でもなんかわ <laughs> かるかもなんかさ顔が顔とかもさ結構大人っぽいよねって言われること多いからだからそういうイメージなのかもしれないそんなになんかバブバブしてないからさ私でもこのアリスもめちゃめちゃしっかりしてるしてますね でも1歳しか変わらないってさびっくりだよね「<laughs> <laughs> りょうき、ハートいっぱいありがとう」え <laughs> めっちゃいっぱい送ってくれてるありがとうねケケありがとうみっくんありがとうみっくん たこいっぱいありがとうタコ <laughs> リッチありがとうコアラありがとうマコトありがとうハリサイフありがとうわらびさんありがとうマコトありがとう母さんありがとう会いたいほなみちゃんありがとうモえぞありがとうダイヤありがとうポンキチありがとう りょうきいっぱいハートありがとね。エルフありがとう。ハリサイフありがとう。ケンケンありがとう。ヨシタカさんありがとう。りょうきありがとうハート。ラブ。かなこあらもいっぱいありがとね。ふうさんありがとうふうありがとう。 <laughs> 半蔵のやつめっちゃ怖いかったジェミニさんありがとう桃之助けありがとう桃ジハーテ結婚してイオン。んリキーハートありがとう会いない結婚してイオン。ん桃之助け結婚してイオン。 痛いたいありがとうハゲちゃんもありがとうメガドライアイ <laughs> お話し会代稼ぐためにウーバー配達そうなの <laughs> ウーバーいいのめっちゃ私ウーバーねあのね使っててねあ待って千テンさんダメ前が天下取るまで押し続けますだって取り消し <laughs> <laughs> ちょっと見逃してしまいました取り消し前ですからダメですウーバーめっちゃ使ってたんですけど最近は本当にあのダイエットしなきゃと思ってウーバーのアプリを消しては入れて <laughs> 消しては入れてを繰り返しておりました <laughs> でもなんかおはん違う違う違うレッスンとかの合間にあお腹空いたってなってメンバーみんなで頼んだりとかもしますねこの前はケンタッキーみんなで食べた <laughs> 顔漫画で食べたことないんだよね意外と私ひと <laughs> 食べたことなくて。 食べてみたい出前感出前感どっちがどっちがなんか何が違うのかな分かんないなんかコンタクトがさずれる実際も伸ばしてる最近は自分で自分の足で買いに行くことを頑張ってるところです <laughs> そうなんですバイト歴を生かしてこれとこれとこれがいいですよっておすすめして コナーもその中にいたんですけどコナーはなんか「ケンタッキー初めて食べます」って言ってた <laughs> 初めてかわかんないけどなんか久しぶり初めてなんか食べた記憶がないって言ってましたわ <laughs> かんない初めてかな,なんか なんて言ったかなバイトねなんか高校生のメンバーが多いからあんまりしてめっちゃめっちゃしてたって子いないけどジェリーとかもしてないと思うしでもねなんか私人生で一回はバイトしてみたくてずっと昔からなんかさ店員さんになりたかったんだよねだからバイトはした 別にお金が欲しい、まあ、お,お金が欲しいっていうか、まあ、そういう目的もさまあなきにしもあらずだけどさそれだけじゃなくてなんか社会の経験をしたかった <coughs> 接客とか結構好きだから私接客業やりたい、まあ、今は接客業っていうの <laughs> 今接客業っていうのかわかんないけど接客 接客接客ではないけどまあこう対面で話してるとかするのはあるから <laughs> 違うそういうことじゃないけどねやっぱりいろんな人いるからさなんか店員さんやってみてさあ世の中っていろんな人がいるんだなってめっちゃ思うめっちゃ思った。 アイドルって <coughs> アイドルってなんかな何何何業っていうのかなわかんないスタバの店員さんもやってみたかったなでもスタバとかそういうカフェとかってさ大学生とかじゃないとできないからさ高校生だったねマックかケンタで迷ったんですけどなんか 客数ちょっと違うのかななんかケントの方がちょっと上そ通に学生めっちゃ多いっていうまあ、まあ、まあ普通にいるけどマック結構学生多いからスマイル <laughs> スマイルがいなんかこの前さウーバーするときにさなんかウーバーの欄に「スマイル」っていうのがあったの。 でレノンとウーバーしようってなった時に「なんかスマイル頼んだらどうなるのかな?」とか言って「スマイル頼んでみたんですけどあの配達員の方が笑ってくれました <laughs>」うんいやあったから注文してもいいのかなと思って <laughs> うん別に、ね「スマイルですニコってやられたわけじゃないんですけど最後にあのちゃんとニコってしてくれて <laughs> うん <laughs> もか気になっちゃってなんか何が来るのかなと思って <laughs> レノンのスマイル <laughs> レノンの絶対うすやんっていうスマイル <laughs> カウ「髪結ちゃんのパターンそうなの頼んことあるの <laughs> な気にならない気になっちゃった私は何が来るのかなって。 そんだ、ンドゥくんにスマイルそうなんだ,なんだ見てなかったそこは <laughs> 見てないでもあったら気付くと思うから多分書いてなかったのかな <laughs> でもさスマイル」っていう欄作る,作,る作ってるんだよだって頼んでほしいっていうことなんじゃないの「虚無マイル」やばい だからスマイルしてくれたからでなんと一緒にありがとうございましたってちゃんとお礼を言いました <laughs> スマイルどうぞ <laughs> ウ,ーバーウーバーってさどういうシステムなんですかその自分なんか注文が入ったら行くっていう感じだからそれないときは何しててもいいのでもなんかさその配達圏内き自分がここ担当みたいなの決まってるのかな配達員も変な人多い <laughs> でも、基本家で Uber って充電がすいません今日も充電でも今日はちゃんと充電器を持っていますんうんごめんね まあ充電させたから多分大丈夫だと思うてかなんか明るい明るすぎないちょっとこれこの電気いらないなよいしょあれ暗い <laughs> てかイコラブさんのヒロインズ「ヒロインズ」ヒロ「ヒロインズ」ヒンズ「ヒロインズ」「ヒロインズ」 ヒロ,ヒロインズかなヒロインだからヒロインですねヒロインズの MV っていうか楽曲がめちゃくちゃ可愛くてもう本当ににんかどこどこで止めても可愛いしセリフも最高だしもう本当に私ずっと聞いてて昨日のあの十時半だったか10時半とか。 公開されたと思うんですけどそっからもうめっちゃ多分もう20回は絶対見てる昨日の時点で <coughs> 浴衣じゃないよ <laughs> 私服あそうメンバーさんが歌詞を書いたっていう作詞さ作詞をされてるっていうのがすごくね あの、メイキングももう見て、あのー、ニコニコしました <laughs> ニアジョイだったらどうなるんだろう,もうみんな個性いっぱいだから歌詞書きやすそう「女当たったやったー来てくれるの?」セリフあったら何,何にするんだろうみんなニアジョイだったら。 うんバイクが走ってる俺はいいやばい <laughs> も,もかじゃないじゃんそれムーンのセリフなんよそれバイクがすごく走ってる すごい走ってるバイクがうん元気ねこんな時間に <laughs> 次の対面までお話がからいけそういけなさそうなのでえっ認知切れないよ全然ずっと覚えてるよ今でも多分初期に押してて最近これでなくてっていう方が来たら絶対わかるし 千余りそんなことないんですよでも普通にただ走ってるだけ多分そんなブン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 って感じじゃないから <laughs> まあ夏だしね神奈川いいとこあるよね サバカンさんは神奈川だっけだった気がするんだけどてかファンの方がさ神奈川住んでる神奈川って結構なんかいっぱいいるじゃんだからいつか会いそうで怖い <laughs> どこで会うか分かんないから怖い <laughs> でもたまにこう電車とか乗っててイコールラブさんのあのこういう何何何て言うの何て言うんだ <laughs> トートバッグとかトートバッグイコールラブって書いてあるやつとかを見れてわっ,って思いますね <laughs> わあでも嬉しくなる私もイコールラブさんもファンみたいなもんだからあの一緒だって思いますね <laughs>。 でもなんかママが前になんか電車乗ってた私はその時一緒にいなかったんですけど電車乗ってたらニアジョイのなんかパーカー着てる人いたよって教えてくれてあ,あ普段使いもしてくれてるなんて素敵と思いましたねみんなも来てくださいでも今はまあ暑いけどね強火 たくさんみんな布教してくださいえつうかめっちゃみんな布教してんのやニアジェイのことファーストコンサート絶対やめたいじゃんこう見えてしてるでも布教する時って何,見せたり何を見せたりするのかなあれ ?MV とか 神奈川で電車乗っっててたらミミニニささん、ミーニャさんに似しゃったでも今日も私もうあの電車乗っててかミーニャさんみたいな方いらっしゃったんですけど多分違うんですけどあのお,お顔が見えてなかったから違う,違うと思うんですけどめっちゃスタイル良くて髪の毛結構長い方がいらっしゃってお、ミーニャさんじゃないかなって思ったんですけど多分違います。他確認できななかかかったからわんないけど 眉毛なんかさ眉毛そう、まあんま見ないでほしい <laughs> うんで眉毛私の眉毛と小指同じ太さ <laughs> こうやって見たらなんか前反りした人みたい <laughs> うん6画面のモモカ見られて可愛いねって言ってれて「えそう嬉しいみんなあれして可愛いいねじゃあお話し会行ってみて」って言って言っといて。 <laughs> 小指でも小指結構長くないですかでもレンの小指とかめっちゃ長い気がする短いかなでも私足の小指マジで爪ないんですよ本当にちっちゃすぎて <laughs> 爪がないんですよもう小指自体が本当にちっちゃくてもうこ,れこれの方が長いこのぐらいうんあ。あ足の小指このぐらいで 爪がもううん本当にこんぐらい中指からのダンス <laughs> 足の指の方が確かにそっか <laughs> 小指そうかな 足の指どれが一番長いちょっと見てみるえっと人差し指 <laughs> みんな一緒なんじゃないのそれはでこ今日さ普通に歩いててさそしたらなんかワンちゃんを散歩してらっしゃる方がいらっしゃってねでワンちゃんなんか結構もうもう散歩疲れたみたいな感じだったんですよ 泊まっててて散歩疲れたよみたよみいな泊まって飼い主さんは「行くよ」みたいな「行くよ」ってなってるのに「無理無理」ってやな感じだったんですけど私は可愛いなと思ってここを通り過ぎようとした時に全力ダッシュで追いかけてきてきびっくりする <laughs> 私普通にちょっと通り過ぎただけなんですけどその瞬間にいワンちゃんのせいでボって入って「わ」って追いかけて追いかけてきたわけじゃないけどなんかついかてきてくれて。 <laughs> びっくりしちゃった <laughs> でもね犬犬犬は飼いたいでも猫猫も好きだけどどっちが好きかなでも猫ちゃんかも猫ちゃん でも飼いたいのはワンちゃんなんか猫ちゃんとお散歩行けないんですかねなんか一人で散歩行ったりするじゃんでも帰ってきてくれなかったらどうしようとか不安になるから連れていくわ <laughs> でも話し会とかでよく皆さんがこうワンちゃんをここに座らせて あのえ話してくれる時にめっちゃね嬉しい見せてくれて嬉しい昨日仕事中に目の前のエミさん通りましたえー、どういう状況どういう状況そんなことある仕事中に本当に仕事中それ <laughs> 猫帰ってこなかったらやばいえあすごいバイク <laughs> 猫帰ってこないことあるの そんな悲しいことあるでも猫ちゃんリードつけられるのってさ大丈夫なのかなどこまで読んでたっけ?「りょうきいっぱいハートありがとう」「麦ぎちはありがとうハート」「ゆちゃんありがとう」 お映像ありがとう。りょうきもいっぱいありがとね。カズヤありがとうカズヤハゲちゃん、会いたいありがとう。ハゲちゃん、ね、お話全然できてない、最近。潤平さん、ありがとう。ジュリージュリーちゃんオタク。むぎちはありがとう、いっぱい。 りょうきいっぱいありがとう。ゆいちゃん、I love you. ありがとう。I love you. ありがとう。ゆうありがとう。くま。くまありがとう。りょうきもくまありがとう。わらび、結婚していいよん。会いないありがとう。しゅんちありがとう。 マジで声が可愛い本当に私声めちゃくちゃ自分の声嫌いなんだよね。もうなんでこんなに声が低いのかなってもう一生悩んでる。でもなんか気づいたんだけどこうショールームとかで喋るときはやっぱりさまあ、ちょっとは声高くなるじゃん。なんかファンのこととかに <laughs> 喋るとき声高くなるんですけどこう普段の喋ってるときの声が まあ普通にメンバーと喋ってる時とかもこういう声の時あるけどでもなんかこう意識してない時の返事とかがめちゃくちゃ低いんですよ <laughs> でもそれ低いからなんかなんて言うんだろうなんかねあの歌,歌う時とかにね,こうねやっぱ音階っていなんて言うの声域あるじゃんだからあのでもテンションが上がったら高くなるからよそれもうファンの方とかも「わあ!」ってなったりするじゃん会う時とかも。 だからでも普段からこう高い声出してたら音域音域が広がると思うので <laughs> だからあのー、普段からこのくらいの声で喋りたいと思いますうんできない好きな間にみんな声低い子本当耳の形かわいいそう耳耳出てる え合唱コンクール毎年アルトだったよ私絶対アルト絶対アルト <laughs> 絶対アルトですでもアルトの方がなんか歌えなんか歌う,歌うの楽しくないなんか破門破門みたいな破門見たくないでも合唱コンクールあるあるだと思うんですけどなんかあのー、合唱コンクールってなんかめっちゃ自分のパート自分のこうソプラノアルトテノールまあ あの男子とかテノールだと思うんですけどあの自分が担当してるパートじゃないところを歌いたくなるっていうだからめっちゃソプラノとか歌うんですよ普段全然そピアノにつられることある合唱コンで <laughs> めっちゃおもろいんだけど <laughs> あバスもあるかバス テノールバスお話し会の時いつもよりワントーン上げてるかえなんかお話し会の時はテンションが上がって本当にあのもうわざと上げてるわけじゃなくても無意識に上がっちゃうのなんかテンションが上がるとめっちゃ声高くなっちゃうんですよねめっちゃよく言われるそれそうでも私めっちゃ多分本当に低い声出してって言われたらめっちゃ低いですよびっくりするぐらい低いと思いますもあ、ま、んま出さないですけどまあまだ出さないですけど バス出るバスはか無理かもでもどこバスってどこどこなんだいつか出すや <laughs> やばい <laughs>、うん、お母さんが電話で話すときのと思う <laughs> ねえんかでもいつかさなんかダーク系のさ曲とかあったらさセリフとかでなんかセリフとかで低い声とか以外来たらいいよねっていう <laughs> チョコメラとかめっちゃ好きであのぬいみーさんの。でミレイさんって高い普段めちゃめちゃ可愛くて高い声だ,だけどあののセリフの時めっちゃゃ低いじゃないじなですかこの前の武道館の時がもうほんとに泣いちゃってもうほんとに本当にミレイさんがミレイさんがほんとにあのなんか心に何かが刺さってもうなんか結構心臓が痛くてなんか <laughs> うっうってなって <laughs>。 うううってなったんですよなんかああいう感じのギャップっていいですよねやっぱ本当にねダメうってなったそうなんか刺さったんよ本当。あそうマシュマロフロートはめちゃくちゃ可愛くてそうめっちゃ恋しちゃう もうで右京カン行ってからもう全員のメンバーさんなんか一人とかに決められないって思いましたなんかもうねもうダメ <laughs> めっちゃ DD になっちゃうミレイさん大好き大好きです「この以上にョイのリハ」でミレイさんとお話しさせていただく機会とかもあって。 嬉しいフフ <laughs> ジョイディ DD」はアウト私は倒しだけどねた本当とに倒しなのか最近どない最近最近は毎日レッスンとかあのやってみます おたくに優しいギャルえギャルなんですかねえかわいいギャルもう一応楽しいまあまあまあそれはまあ許しますかなお話し会の時の服じゃないやつですなんかこういうやつなんかでもお話し会の時と似てるお話し会の時もなんかここが出てるやつなんですけどこれ,これあれはなんかここが黒くてこれは白い肩が ひいちゃんとももちゃんが気持ちそう嬉しいですぜひ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 とか言ちゃうぜひ好きになってください鈴木さんも本当に優しくてもう本当に可愛いです喋ってる時とかも本当に可愛くて、はあ顔が可愛いって思いながら喋ってます <laughs> 肩肩破れてないんですよ。ミレイさん六群に優しく六群ってないもかちゃんまだ私の机に座ってそう <laughs> ねそのさ偏見マジでやばい <laughs> でもねなんだかの一番座ってのはジュリーとかですなんかでもそのジュリーはあの普通にしゃべりたくて座ってて あ、ごめんね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 ,ごめんねってような感じでいう感じですけど <laughs> そう見えるでしょ <laughs> でジュリア本当になんかそのいや一,なんか一軍っていうか,なんかそういう感じのなんか勝手に触ってるっていうよりかなんかは勝手に触ってるのは勝手に触ってるんだけど <laughs> でもなんかわざととかじゃなくて本当に喋りたくて座ってたらあのその座れてないのをって私例えばねもし私が勝手に座られてる側だったらなんか「あ座られちゃってるな」とか思ったら気いて,て「あ待ってここだよね」っていうタイプの <laughs> あれですよね <laughs>。<laughs>「待って本当にごめん」とか言ってそんなイメージ。ジュリーの AP なのなこれ ジュリののエピなのこれ <laughs> かか架空の話ですけど架空エピですよ偏偏見偏見集でもなんかニジョいが学校だったらっていう想像をよくするんですけど <laughs> ニジョいが学校だったらどこ,でなどこのグループが分かれてるんだろうって思っててなんかさやっぱニジョいになったらさみんな,なみんなさ結構。 まんんんべななく話すね、いろんなことだから最初はさやっぱりの恥ずかしくてっていうかなんかあんまりそんなに何て言うんだろう喋りかけるのとかちょっと私本当に喋りかけるの下手であんまり自分から話しかけられないんですよ。なんか結構みんなさんからはめちゃめちゃ喋りかけそうとか思われてると思うんですけどあの最初に話しかけるのは本当に話が別で。<laughs> あの慣れてきたらめっちゃあの喋るんですけど自分から話しかけるの本当に無理なんですよだからそうだからね本当に友達とか MBTI 診断の結果が変わりました私なんだっけえっと e ェジ、e、j, j のやつ J のやつです なんだっけねなんなんだっけ EN? EN? E?、N、e?、N、e, e エンターテイナーはもうとっくの通りに終わった <laughs> エ,エンターテイナーキーはもうとっくの通りに終わってしまって主人公じゃないなんだっけな ?J? J? E? E? なんなんとか J?P? JP なんかないねりょうじだっけなりょですっけ <laughs> なんとかアカウントが A タイプは A ですこの前愛ちゃんと一緒にあのー、私がねめっちゃ、e、INFP じゃなくてえっと MBTI 診断にハマってて私はその日の朝に電車でこう目的地に向かってる途中にやってたんですよそしたらあのー、その後に愛ちゃんに会ってで愛ちゃん あいちゃん <laughs> MBTI 診断やったことあるって勧誘してあゆみやったことなくてあゆみよくショールームであのフ,ァンのファンの方に「MBTI 何?」って聞かれるんだけどいつも答えられないから「今やる!」って言ってくれて <laughs> やってもらったんですけどああいちゃん何だっ,たっけでもあいちゃんのやつがなんか。 人口の中でーしかいないってやつだったのそう人口の中でーしかないやつだったんです愛ちゃん主人公じゃなかったと思うなんか何でもね愛愛かいいかもう全然覚えてないんですけどあ建築家かな多分主人公めちゃくちゃ少ないんだそうなんだ エンターテイナーであるよやばいでもこの仕事だったらエンターテイナーがさめちゃくちゃさあのあれなのかな転職一番向いてんのかあそうリーダー的なやつそうリーダーのやつだからえめっちゃ入っちゃんじゃんって今言った記憶があります私は、e、ENFJ みたいな ENFJ んだろう みっちゃんは知らないんだよねいやみっちゃん多分面倒くさいからやらないと思う <laughs> でもなんか結構診断時間かかるじゃんだからこれ12分ぐらいでやるやつなんだよねって言った途端に多分えじゃあいいかもって言いそうう <laughs> かちゃん教えてくれなかったそうなのゆかちゃんやってたや,やったのかな最近ね「みっちゃん」って呼んでるなんかね愛ちゃんが「みっちゃん」って呼び,呼び始めてからなんか映っちゃった みっちゃんみっちゃん,みちゃん愛の好きなタイプそうなのかな <laughs> めちゃくちゃやってるんだ <laughs> めちゃくちゃやってるのめっちゃおもろ <laughs> 聞い聞いとくわ適当にやってるねでもすごいよねなんかあんなさ質問でさ よくこうタイプ分けられるなと思ってすごい質問アリスってまだ美月のこと大下呼びいや大だって呼んでることないよ <laughs> そんな大下ふ普段からお下で呼びしないよそういえば血液型 B 型こうすけあそうなんですよこれ前言ってないっけ前言ってないかった気がするけどあのー B 型になりましたあ、B、型になったよっていう報告は前にショールームとかでしてたと思うんですけどあの正式にプロフィールや B 型にしてもらいました <laughs> あの O 型を装っていてすみませんでした別に装ってたあのつもりはなかったんですけどあの B 型だったみたいです <laughs> はいそうなんか、ね、最初怖くてあの 血液型がわからない人なんていませんって言われちゃうと思ってあの血液型教えてくださいっていうなんかプロフィールを出してくださいみたいなのがあった時にあのまあよく o「O 型っぽいね」って大雑把だしいろいろなんか O 型っぽいところがあるねってよくみんなに言われることがあってそうだからなんかあのー、B あ違う「O」で出したんだけど B 型だったんですよね <laughs> ん。愛ちゃんは結局あのー、健康診断で血液型が分からなかったのでまだ分からないと思います <laughs> 分からないまま出すことそうなんかね私ねいっぱい注射をねしたことあるんですよとか注射って結構さ赤ちゃんの時代とかにさよくするじゃんあとはもう生まれた時にさ血液型診断ってさ多分それ B 型ですよみたいなとかさ言われると思うんだけどさ なんか私は言われなくてそうでねあの手術した時にやっと知ったなのであの血液型が知れたのでいい手術だったと思います <laughs> 血の時違ったら大変そうだよねだから献血とかもさあのー ね、大型のところでいったら危ないからオペ難しいオペって何献血の時もあ調べるんだ一回そうなんだ相性が良くないらしい努力しますそうなのな何が INFP みたいなやつが なんか右目だけドライアイなんだよねめっちゃ右目だけ乾く INFP でも私も INFP 時代いやないないいいいか ENFP いや違うなもうさ難しくない難しいよねなんかもっと送りやすい名前ないですか もう4つの英語の文字難しい絶対いいだもんなうん多分いい外交的ってやつあやばいけっちゃった <laughs> 外交的で現実的であと2つなんだっけな自信すみません <laughs> そう 最近は日本史が覚えられなくて難しいですねやっぱ歴史もう本当にさ昔のこと学んで何になるの <laughs> さっき出るのがそのまま倒してたから今日すぐなの部屋映ってた <laughs> 一生バイクブームえっしてないよ多分私のあのね部屋のドアをこう閉めててで窓開けてるからあのー 風があの通ってくるつもりなんだけどドア閉めてることによって通らなくてずっと文句言ってるかあの <laughs> ドアが <laughs> めっちゃ笑ってして本ほんと大丈夫だったかな <laughs> そうなんかドアが開けろって言ってる「混電永年資材4」名前は知ってるけどさ全然そうなんか名前だけ知ってるっていうのよくある名前だけ知ってるけどあれは知らないっていう「会いないはとありがとう」「リホ単独ありがとう」「料金もいっぱいありがとう」ナナシ「ななし会いたいありがとう」 アイラブユーありがとうナナありがとうゆいちゃん会いたいありがとうみっくんありがとうそうドアずっと言ってるよねなんかビュービュー言ってるよね土地持ってていいよってやつ土地あそっか土地土地 こっち <laughs> 山田誠,誠って読むのかなこれ誠でやってるこんで永年取材法でなりやがった人がいるそうなのじゃランク上ですか私 <laughs> うん全然わからないけどでも私年号とか覚えるの本当に難しくて あの歌,歌にして覚えるといいよって言われるんですけど歌の歌は分かんなくなっちゃうので <laughs> 全然向いてないんですよねうんでも「水平リベ僕の船七曲ナナールシップスクラークカーみたいなやつはずっと覚え全部覚えてる最後までまあ科学はもう高2であ違う高1高2高1まあ高3私 嘘でしもう、ね、高校生終わるんだけど私なんだ何もしてないのに高校生になってからうんでも私が一番好きなのは生物ですうん私最近まで高1だったのになそんな勝手に高三になっちゃってまだいいって言ってないよ もうあと1年今年1年しかさあの JK 名乗れないんだよだって今年1年さしかさ制服さあれじゃないじゃんね現役じゃないよねだからコスプレになっちゃうねえコスプレになっちゃうよあと2年くらいい,いけないですかね留 <laughs> 年 留年留年したことありますか高校生とかの高校生留年したことある人いるんですか <laughs> 留年で伸ばせるやばいない <laughs> けど周りに会われていたそうなのえ本当に留年ってさあるのなんか脅しじゃないんだね私絶対脅しで言ってるでしょって思ってたんだけど 留学行って、あ、それはねそう大学の友達に高一留年高一留年って何意味わからないんだけど <laughs> じゃあ一をもう一回やるってことだってさ高一なんてさ普通に学校行ってれば絶対大丈夫じゃん学校行ってなかったのかなテストを受けてないとか 単位足りてないとしてあそっか単位足りてないってことはじゃあなんかいろいろあったんだよと学校に行けない人だっているしねいろんな事情あってそうコナーとかもなんか単位ギリギリですよって言ってます実、ね、は「いつも <laughs> 本当に卒業できるんですか進学できませんよ」って言ってますねあの人 <laughs> そう ほん <laughs> かの声、この、この似てますか、私。本当に卒業できないですよ、どうしよう、どうしても相性。みっちゃん。みっちゃん、コのはないよ、みつきはめっちゃコこのに似てて。だから、まあ、このあれば、みつきみたいな <laughs>。あ、あ、あと、あと、みつきは大丈夫です、大、大丈夫ですよ、大丈夫ですよ。 なんとかビビっていうなんか大丈夫とか何かうん,なんかめっちゃ記号があるんですね <laughs> うん大丈夫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 ,大丈夫って言ってました <laughs> なんかよくわからないですけど <laughs> アリスアリスなんですかねアリスなんて言ってるかな 全然ですよあでもアリスもなんかよく「全然ですよ」って言ってますね。たぶんナーにみんな映ってる。し待ってあと4分しかないんだ。じゃあ壇上読みます。13位すーちゃんありがとう。12位みっくんありがとう。11位ゆいちゃんありがとう。10いはりさいふありがとう。 9位エルフありがとう8位マコトありがとう7位はキケありがとう6位ナナありがとう7 5位ユーありがとう4位モエゾありがとう3位ダイヤありがとう2位カンさんありがとうそして1位はチュク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 ちゃん 料金ありがとういっぱいありがとねはいみなさん今日もありがとうございましたスクショタイムちょっと下がるよし前髪分けてるんだそういえば着ててましたかスマイルスマイルじゃあ私 私のスマイル1万円です <laughs>。私なもん。もうハート <laughs> キャンセルいやもうやっちゃったのでキャンセルとかないです。ハートください <laughs>。返品交換できませんのでね。 悪質クーリングオフ対応してないですねはい後払い後払いも使えますよ <laughs> 付け払いはいけますねちゃんと2ヶ月後までに払ってください払っ <laughs> たはお話から買えない 目喉を大事にねなんか喉さ最初さ全然さあののか痛痛くはないんだけどあのあれだったんですけどなんか配信今終わるくらいになってちょっとんかよくなってめちゃめちゃ喋りやすくなりました両手者お願いしますちょっと景品出す気じゃないですよねダメですからねダメですからね 確定申告出せないので喋 <laughs> ったら治った確かに喋ったら治ったのか喉治らない喉痛いの気をつけてね加湿して寝てくださいあのなんかコップに水入れて部屋に置いて寝るだけでもなんか部屋が潤っていいらしいです長野にいるの今 <laughs> なんで <laughs> 気をつけて帰ってね じゃあね皆さんおやすみなさいそう私、知恵袋大好きだから知恵袋めっちゃ見る <laughs> もう10時かなバイバイおやすみあウルトラスフェスト楽しみだね。皆さん来てくれますか待ってますじゃあねあれ、もう10時 じゃ誰か十時か教えてください。はい、できてる。じゃあ十時なので終わりたいと思います。バイバーイ。